松江駅の駅弁ご機嫌弁当を宅配で取り寄せましたので開けてみたいと思います。日本酒がね、2本入ってる最高の駅弁のようです。じゃん、こんな感じですね。結構大きな駅弁ですね。それはそのはず、日本酒が2本入ってるから。甘口と辛口ですね。古城の鶴というのが辛口で、国旗っていうのが甘口のお酒が1本ずつ入ってます。この感じでね。で、おかずですね。まあ宍道湖のしじみとかね、うなぎも入ってるね。これがアサリかな。で、牛肉だったり天ぷらだったり、あ、カニが入ってるね。これズワイガニが入ってるのが嬉しいね。これワカサギかな。で、トビウオのね、練り製品ですよね。ちくわみたいなやつね。これ美味しいんだよね。ということで、こんな感じですね。最高だね。ご機嫌弁当。松江に行ったら一度食べるといいよ。